マウスと画面の向こう側に世界中のパソコンが地球規模でつながっている。ゲームにポルノに学術論文、知的探検からビジネスまで、パソコンを使ってさまざまなやり取りが国境を越えて行われる。それがインターネットである。シリーズでお伝えしてきた新電子立国、いよいよ最終回です。インターネットについてお伝えします。インターネットと言いますと、もう毎日触れないことがないくらい注目を浴びる存在ですけども、そうですね、テレビでも新聞記事でも出てない日がないぐらいですね。でも一体何がインターネットでできるんですか。今見ていただきまして、ずいぶん怪しげな絵もありましたね。ありましたね、本当に。今ここに映っておりますのが、これがね、フィンランドの、ね、テレビ局のやってる放送、今現在やってる放送なんですね。じゃあリアルタイムの、リアルタイムで音声、音声出るんですよね。ちょっと聞いてみましょうか。今出ますから。ね、ただ分かりませんね。フィンランド語ですからね。はい、ちょっとこれはもう一回クリックしてみましょうか。そうするとね、おっと、これはカジノ、カジノ、博打。ほら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 。ただいま現在の地球、ね、雲が動いてるんですね。雲の動きを。今のはミシガン大学から来てるんですよね。そうですね。どうしてこういうことができるんですか。つまり どういうふうにしてつながってるわけですか。ですからね、つまり このパソコンと、うん、ミシガン大学 の、うん、そのサーバーっていうパソコンピューターがですね、うん、どんなルートでどういうふうにつながってるのかね、うん、これまたここですぐ見ることができるんですよ。ちょっとやってみましょうか。つまりここね、1から17までありましょ、はい、で17個のルーターを経由して、最後にミシガン大学につながってると、こういう意味なんですね。1から17ありますね、うん、でこれ1番目見ましょう、はい、東京 NHK ですね。あ、本当だ。ははは。東京の NHK のルーターにつながってると。まずルーターなるものが何かっていうとですね、うん、ここにこれがあるんですよ。ちょっと見てください、はい、これね、これがそうなんですよ。我がここのコンピューターはこれにつながってるんですね、うん、でこれがいかなるものかっていうのは後で改めて説明しますけど、はい、まあとにかく非常に小さな交換器だと思ってください。これもコンピューターなんですっけ。そうです、コンピューターですね。でそういうものを経由して外に出てると、はい、ですね。で6番目、はい、でここはこれがですね、プロバイダーというところにある、ルーターなんですよ。プロバイダー、これはね、インターネットにつなげてくれる会社、はい、それは日本。それはまだ日本です、はい、で今度そこからですね、太平洋を渡って海底ケーブルを通ってるんですね。サンノゼ、サンフランシスコですね。サンフランシスコ9番、サンフランシスコのプロバイダーの、ルーターで、サンノゼからですね、サンフランシスコ、はい、からウィロースプリングス、シカゴ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 経由して最後に17番目に大学のコンピューターにつながってると、うん、で大学のルーターに到着してるわけですね、いろんなとこを経由していってるっていうことで、ですからインターネットはっていうのは何かというとですね、それはルーターと専用線が作ってる巨大な、網の目ですから、こう図表にするとですね、これがみんなルーターなるわけですね。赤い印ですか、はい、でこの黒いのがこれ線なんですね、でこれが専用線っていうんですが、まあ、しかしこれは何でもいいんですよ、線なら、ですから電話会社から借りた線でもよいし、独自の線をつないでもいいし、あるいはケーブルテレビでもいいし、っていうふうにこれ全部いろんな線が、とルーターがつながったものが、インターネットだと考えればいいわけですね。1961年4月、ソ連が有人宇宙飛行に成功。アメリカはソ連が宇宙から核攻撃ができるようになったと恐怖した。同じ頃、ユタの電話中継局がテロに遭い、広範囲の電話が不通になった。空軍はこの事態に震撼した。ソ連の核攻撃に遭えば通信網が壊滅し、反撃すらできなくなる。ここはサンタモニカのランド研究所。空軍の依頼を受けて核戦争にも耐える通信システムの研究を開始した。3年後、13冊にわたる詳細な報告書が完成した。分散型通信システムについて、ここには革新的なアイデアが記されていた。著者はランド研究所コンピューター科学局のポール・バラン。電話では交換器に全ての線が集中する。ここがアキレス腱である。電話交換器を使わない通信網ができないかとバランは考えた。
言で言って電信の時代に戻ろうというアイデアでした。昔は全米に網の目のように電信局が置かれていました。電信局では隣の局から転送されてきた伝文を紙の参考テープに打ち出します。このテープを振り分け目的地により近い隣の局へ転送します。この繰り返しでメッセージは目的地に到着しました。この方法だと線が切れたり電信局が壊されたりしてもそこを迂回すれば電報は届いたのです。そうだ、電信に戻ろう。問題はどうやってこれを自動化するかでした。ツートンツートンと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 ねとこう打ってますでしょ、はい、でそれはもうもう文句なくそれはデジタルですよね、うんうん、穴が開いてるか開いてないかっていう感じで、うんうんうん、A という電話局電信局の電信士が B に送ると、うん、B 局の電信士が受け取った参考テープを宛先に従ってこれをまた送ってあげると。でリレー式にこうリレーみたいなことね、こうリレー送りされていくとこういうわけですね。それはそのバランさんが考えたわけです、うん、同じことやれいいんじゃないかと、うんうん、ですからこれ0と1の信号ですね、うん、0と1の信号ある塊にして、うんうん、をだからパケットにして、うん、塊にしてそれにアドレスをつけて、うん、宛先をつけて送ってやったら、うんうん、それはまた次がそれを受け取って、うん、その宛先別にまた転送してくれるだろうと、うんうん、こういう方法で、うんそれぞれが転送を繰り返していくと、うん、やがてこの塊は必要なところに2という宛先に届くであろうと。でこれは、うん、あの電信士の場合には人間がやったけども、うん、そういう仕事はコンピューターが得意なんだから、うん、コンピューターにやらせようではないかと。でそのコンピューターを作ればいいなと。当時ペンタゴンで莫大な研究予算を握っていた高等研究計画局、通称 ARPA。 ARPA のリック・ライダーはバランのアイデアを実行に移した。MIT のリンカーン研究所でコンピューター科学の若き天才と呼ばれていた男ラリー・ロバーツ。新しいネットワークの設計は彼の手に委ねられた。コンピューターを製作したのはベンチャー企業のエンジニアボブ・カーンであった。カリフォルニア大学ロサンゼルス校のクレーン・ロック教授。1969年秋に完成した1号機は彼の研究室に設置された。これがそのコンピューター、インターフェースメッセージプロセッサー、通称インプ。核爆発にも耐える軍事使用のコンピューターであった。インターフェースメッセージプロセッサーの略なんですって。今の要するにルーターですよね。ルーターのご先祖さん。これが情報の中身、うん、であるあの桁数を一塊にしてパケットっていうわけですね、うん、で一塊ずつ送っていくと、うん、でそれはそれに宛先をつけると、こういうわけですね、うん、でこれが数ある入り口の一つに、うんこれが一つやってくると、うん、B と入り口にやってきたとしましょう、はい、入ってきたと。で宛先は3だと、こういうわけですね、うん、でこれは入ってきて一時、うん、メモリーに一時保管されるというわけですね。この中に宛先出口表という表が常に記憶されているものですから、はい、その表に基づいて出口に出してやるんですが、うん、その表は例えばこういう表が入っているとしますね、うんうん、そうすると宛先3は C から出ていきなさいと、うんうん、という表が入ってますから、うんこの演算機はそういう指示をこれと、比較計算して、はい、これは C に出してやる。ここなんですね、はい、これはただどこの出口から出てきなさいってことだけを指示してるんです。それをそれぞれがやるもんですから、うん、最後にはこれは目的地に届くと。インプは UCLA で順調に動くことが確認された。スタンフォードとサンタバーバラにもインプが設置され、このインプはその両方と接続された。1969年12月ユタ大学に4代目のインプが運ばれた。ユタのインプがうまくつながらなかった場合、アーパネット計画は一時中断することになっていた。計画の将来を占う重要な実験である。ユタ大学とスタンフォードがついにつながったと聞いて、UCLA からユタのインプがある部屋に電話しました。さあこれからそっちに向けて ABCD って打つよ。すると向こうから、あ、その通り出てきたよと答えてきました。インプのソフトウェア同士が連絡を取り合って、ユタに情報が届くようにしたのです。ほっとしました。ユタ大学が直接つながっていたのはスタンフォードだけでした。サンタバーバラや UCLA からユタにメッセージが届くには、スタンフォードのインプがしっかり中継してくれなければなりません。
だからユタと UCLA がうまくつながるかどうかは大きな節目だったのです。ありがたいことにあっけなくメッセージは届いてくれました。お互いのこのインプがつながっているインプ同士がですね、今こうなってるよ、今俺はどことつながってるよ、俺は今どことつながってるよっていう情報を、0.6 秒ごとに情報交換してるもんですから、この表が 0.6 秒ごとに書き換えられてるわけですね。ですからこことここの線はダメになったよって言うとですね、この表もまた変わってくるわけですね。じゃあその時点でのその回線の状況をこのインプ同士が連絡取り合ってこの表を作り直してるってことです。その作り直した表に基づいてどこの出口から出てきなさいってことだけを指示してるんです。それをそれぞれがやるもんですから、最後にはこれは目的地に届くと。新しいインプが加わると、それは全てのインプに自動的に知らされます。そして新たにつながったインプは全てのインプへ情報を送ることができるようになります。だから電源を入れて線をつないだ直後に全世界と情報交換できるようになります。この仕掛けのおかげで後にインターネットが爆発的に拡大するのです。ネットワーク全体を管理する人など必要ありません。インプ同士を結ぶ線が切れても、新しいインプがつながっても自動的に情報を届けるシステムが完成しました。あとはインプをどんどんつないでいくだけです。一つこの出先が出てね、それが何の失敗もなく、情報が遅れたってことはですね、もう一つここにやればですね、同じことが起きるわけですね。もう一つやればまた同じことが起きるわけですね。ここについてもいい、止めどなく、つまり、どん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 ネットワークは増殖していくと。ですからこの一つこれができたと、可能になったってことは、これはほとんど同じことが無限大にこう続いていくに違いないと。3つの大学から始まったアーパネットはその後急速に全米に広がっていった。線が切れても新たにインプが増えても、その情報は全てに伝わり、全体を管理する人が必要ない。インプだけが持つこの特徴が知れ渡ると、アメリカ各地に類似のネットワークが誕生し、やがてそれらが一つにまとまってインターネットになった。どん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 つながっていくということは、当然その日本でもコンピューター持ってた人は興味をこう、もちろんそうですね、ただ日本で一番そういう意味じゃその先覚者だと言われてる、パイオニアだと言われてる慶応大学の村井淳先生も、やっぱしこの時から彼が本当にそのコンピューターネットワークにですね、夢中になって取り組み始めたのは、今こう起きたこの今見ていただいたあの出来事からほぼ10年ぐらい経ってからなんですよね。10年、はい。それでもですね、やっぱり日本ではその村井先生がコンピューターネットワークの伝道師みたいな方でしてね、はじめこうプログラムでソフトウェアで送りますよね。どうもうまく動かない。そうするとこうデータがブルッとこう次行きます。それでそうするとまあ動かないですよね。それでまたこういろいろ調べていくと、いろいろデバッグして障害を分かって、そのまた次行きますよね。でまた次行きますよね。で、まあ、最後にねこう届きますよね。そうするとやっぱこれはもう感動的ですよね。そのこっちから送ったら、行くよ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 、ああ行ったっていうのはもうこれなんかね、子供が生まれてくる時みたいなね、感動があるわけですよ。ハローとかいうメッセージをこう送るわけですよ。それでこうずっと行くとハローって言って戻ってきたりするわけですよ。それでつまりハローって言ったらハローって答えるっていうね、でそんなようなプログラム書いておくじゃないですか。このコンピューターで動かしておきますよね。でそのプログラムに対してこうハローっていうのを送ると、ただハローってこう返してくるわけです。もうそれだけですよね。たったそれだけ。そうですよ。そんなこともできなかったんですか。それできないですよ。何もないんだから。初めコンピューターが2台あって、こっちからハローって送ったらハローって戻ってくるっていうプログラム書くの大変でしょう。そんなに全部作んなきゃ。でもいいんですよ、ハローが送れればもうその上で電子メールだろうと何だろうとできることは分かってるんだからね、その上ではもう無限の可能性あるわけです。現にあったでしょ。さて、もう一回じゃあ話をまた戻しますけども、さっきそのコンピューターネットワークがインプというコンピューターの完成で、それが各大学に配られて、しかもどん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 それが増殖していって、でネットワークが非常にこう広範囲に広がっていくっていうお話で、ところがこの時代っていうのはですね、ネットワークはつながっているけどもね、そりゃそんな今のように簡単にこうさっき冒頭で見ていただいたように、クリック一つでポーンなんて、そういうことにではなかったんだそうですよ。
でこれをねやっぱし、うん、今のような、うん、あの誰もがクリック一つで、うん、あのいろんなことをね、うん、遠くから持ってこられたり遠くに送ったりできるようになるにはですね、うん、これはまた革命が必要だったわけですね。スイスとフランスの国境地帯にあるヨーロッパ原子核研究所、通称セルン。全長27キロに及ぶ巨大な素粒子加速器が1989年に完成した。ここに世界から数多くの物理学者が押し寄せた。しかしそれぞれが様々なコンピューターを持ち込み、互換性のないソフトウェアを使ったために共同研究が進まなかった。共同研究を円滑に進めるためにセルンの全てのコンピューターはインターネットにつながっていました。でも少し離れたコンピューターの中にある論文一つ手に入れるのも大変な作業でした。まず相手のコンピューターの名前を調べ、接続に必要な ID、パスワードをもらわなければなりません。接続したらそのコンピューターのどこに欲しい論文があるか検索するプログラムを動かし、論文の名前を正確に入力します。でもそれ以前に他人のコンピューターで検索する方法なんて分かりっこありません。それで近くの人を捕まえ、どうやったらいいか知ってると尋ねます。すると、僕もわからないけど、ヘルプと打ち込めば命令リストが出てくるよ、と親切に教えてくれます。それで仕方なくヘルプと打ち込み、命令文の勉強を始めます。何時間もかけて呪文のような命令を打ち込んで、目的の論文を何とか手に入れます。それでさあ読もうとしたら、聞いたこともないようなワープロで書かれた文書であることが判明し、全く読むことができず唖然とするのです。なんとかならないものかと考えましたよ。これは彼が1989年に書いた提案書である。情報管理に関する一つの提案。インターネットにつながる全員が共通のソフトウェアをパソコンに入れて更新すれば、互いの文書を共有することができる。提案は受理され、彼は1ヶ月でプログラムを書き上げた。これを使えばマウスをクリックするだけで世界中のコンピューターから芋づる式に文章を取り出すことができた。このソフトを彼はワールドワイドウェブと名付けた。世界中のパソコンを結びつける蜘蛛の巣という意味である。人々はその威力に感嘆した。これがインターネットの世界を大きく変えたのである。これがですね、はい、ティム・バーナーズ・リーさんが、うん、お作りになった、うん、ワールドワイドウェブっていうソフトウェアなんですね。あ、これがそうなんですか。で今これはですね、この画面はですね、スイスの、原子核研究所につながってて、そこからこの文章を読み出して持ってきてるわけですね。実際に今つながってるもの、今つながってるやつですね。で何が特徴かというと、このアンダーラインのところにカーソルを持ってってですね、はい、2回クリックするとこのアンダーラインに関係する情報が次に出てくるんですね。ですね、これフォンって電話でところに線がアンダーラインしてありますから、こうもう一回クリックすると、はい、電話番号が出てくると。それまでのものと比べると相当やっぱり楽になった。これ、うん、これ一つでできるわけでしょ。あですね、うんうんうん、それでこう文章を読んでてですね、アンダーライン引いてあるところに自分の関心があるところに持ってて、そこを押すとですね、これをクリックすると、それに関係する他の文章が次々と出てくると、うん、そうやってこの自分の必要な文章に最後はたどり着けると、うん、はいうのが最大の特徴なんですね。かなりじゃ今のシステムにね、今の近いですね。ただ絵はない、絵がないってところがね。そうするとあれですか、井さん、これはその後相当やっぱりこう受け入れられて普及したかということです、うん、ところが残念ながらですね、うん、これはほらご覧ください、このコンピューター、これ NEXT というコンピューターなんですが、うん、あんまり普及してないコンピューターのために、うん、今のソフトウェアを書いたっていうのが、これが致命的だったんですね。ですから、うん、あんまり普及してないコンピューターのために書いたソフトですから、普及してないもののために書いたって普及するわけがありませんよね。これを持ってる人自体が少ないから、でそこでそのリーさんはですね、バーナーズ・リーさんはインターネットで今のように流しちゃうわけですよ、自分の、このワールドワイドウェブっていうソフトウェアをですね、そして世界中に呼びかけるんですね、これをご覧の皆さんね、あなたは自分がお使いのコンピューターにね、これを改造なさったらいかがですかと、ただ便利ですよと、これはこういう構造になってますからって、これ見本をこれ全部インターネットで公開するわけですね。でそうするとですね、それを見せたある若者がですね、すげえソフトウェアだと。シカゴから230キロ、ここはイリノイ大学附属ウィラード空港。
大学の正門である。ここが学生街。イリノイ大学は学生数36,000、全米有数の大学である。スーパーコンピューター応用センター、通称 NCSA。 ここには見たこともないコンピューターが数多く置かれている。いずれも超高速のコンピューター。これらを全米の研究者がインターネットを通じて利用しているのである。 NCSA ソフト開発グループ。ここではセンターで必要とされるソフトウェアを開発するために学生たちが時給で雇われアルバイトをしている。1992年のある日、ここにいた学生の一人がインターネットでワールドワイドウェブを見つけたのである。彼はこれに夢中になった。これこそが時代を変えるに違いない。早速このソフトを研究し始めた。ワールドワイドウェブの問題点はただ一つ、文字しか表示されないことでした。 NASA が公表していた数多くの魅力的な宇宙の写真をクリックするだけで簡単に見られるようにすれば、みんなにとって刺激的に違いないと思ったんです。マークは僕にワールドワイドウェブを見せながら、これこそ僕らがずっと欲しかった何かだ、コンピューターの使い方を完全に変えてしまうだろうって言ったんだ。マークはセルンのソフトをよく調べていました。それでこれにグラフィックを付け加えればすごいソフトになるはずだと言っていたんだ。ティム・バーナーズ・リーは絵が出るようにしなかったんだ。画像が表示できる機会があまりなかったからさ。でも僕らは決めたんだ。そんなことは気にするな。僕らは絵が欲しいんだ。絵が出る方が楽しいじゃないか。マーク・アンドリーセンは仲間を誘い、新しいソフトの開発を始めた。ここが学生たちの開発現場、イリノイ大学の学生アパートである。一区画 2LDK に2人の学生が暮らした。台所とリビングが共用で左右に寝室。寝室には大きなベッドと勉強机。その上のパソコンはインターネットにつながっていた。アンドリーセンと彼の仲間たちは1993年の1月から3月にかけてこの部屋に閉じこもり、絵の出るワールドワイドウェブの開発に熱中した。3ヶ月間終日パソコンに向かって書いたソフトウェアは、絵が出るだけでなく使いやすくて楽しいものになった。彼らはそれをさらに一般的なパソコンにも移植し、モザイクと命名した。マークたちは絵が出るようにしました。技術的には簡単だし、誰でも思いつきそうなことですが、それだけでグッドセクシーなソフトに変身したのです。この映像は NCSA がモザイクの PR 用に制作したものである。このビデオで彼らは誇らしげにこう宣言している。 NCSA モザイクは未来の情報サービスの姿をインターネットという地球規模の舞台で今ここに実現した。これこそが来るべき情報スーパーハイウェイ時代のソフトウェアである。マウスをクリックするだけで世界中に散らばる様々な情報が手に入る。文字に静止画、音声に動画、これらのすべてに手元のパソコンからアクセスできる画期的なソフトウェアの誕生であった。このソフトをインターネットを通じて世界中に公開した。希望者が殺到し、瞬く間にモザイクは全世界に広まった。若者たちは無数の反響を即座に取り入れて改良し、インターネットで公開した。こうしてモザイクは瞬く間に洗練され、インターネット人口を激増させたのである。夜中に新しいアイデアが浮かんだら、朝まで夢中になってプログラムを書きます。翌朝それを仲間に自慢すると、彼らも負けるもんかとコンピューターに向かったものです。思いついたことは何でも夢中でプログラムしました。出来上がった最新版のモザイクはすぐインターネットで公開しました。ほんの数時間のうちにモザイクは世界中の何千人もの人の手に渡り、すぐにその感想が返ってきました。本当に素晴らしい反応でした。君のやっていることは本当に素敵だとか、かっこいいねなんていうメッセージが届くんです。それはものすごくやる気が湧きますよ。インターネットの脅威とはまさにこのことです。世界中がつながっているおかげで、
ソフトウェアが世の中に行き渡るのに何の障害もないんです。ジャストタイミングでした。インターネットが広がりつつあり、これは何か素晴らしいものに違いないとみんなが感じているのに、誰にもその使い方がわからない、そんな時期だったんです。ある日突然ホワイトハウスから私に電話があったんです。ゴア副大統領がモザイクを使いたがっている。彼のパソコンにインストールしたいのだけれど、どうすればいいのか教えてほしいという相談でした。モザイク開発の費用は大学が負担していた。最初は全てを学生たちの手に委ねていた大学側は、殺到する数々の要望に驚き、モザイクの開発を一元化したいと考えた。モザイクが世間の注目を集め始めると、僕らは官僚どもの餌食になってしまいました。みんな僕らにあれこれ命令し、物事が全く進まなくなりました。モザイクをどうするか決めていたのは僕ら自身だったのに。最初はすごい勢いでモザイクは成長していたのに、ピタリと止まってしまいました。一つ改良するにも、あのおじさん、このおじさんとお伺いを立てなければならなくなったんです。いろんな人がモザイクを管理しようとし始めました。僕らが自分たちの会社を作ればモザイクをどうするか自由に決められるのに、と話したもんですよ。シリコンバレーにあるネットスケープ社、今アメリカで最も急成長を遂げている会社である。モザイク開発の中心人物だったマーク・アンドリーセンが今ここの副社長である。現在24歳、資産およそ170億円。廊下を犬が散歩し、昼間からビリヤードの音が聞こえる会社。アンドリーセンと彼の仲間たちが作った若き天才たちの遊園地である。アレックス・トティック29歳、14歳の時ユーゴスラビアから移民してきた。現在の資産は少なく見積もって30億円。ルーモン・トゥーリ24歳、アンドリーセンとはインターネットを介して知り合い、会社設立に参加した。現在の資産30億円。彼の趣味はウナギの飼育と、その表情を24時間インターネットで中継することである。ロブ・マックール21歳、無類のラジコンマニア、アンドリーセンの2年後輩、双子の兄と共に会社設立に参加した。現在の資産は30億円。ジム・クラーク会長51歳、彼が若者たちを億万長者に変えた。テキサスの片田舎に生まれたジム・クラークは、海軍、ユタ大学を経てシリコングラフィックス社を創業し、世界企業に育て上げた。しかし彼はそこを離れて新しい会社を作ったのである。ハードメーカーはあまり儲かりません。原材料にコストがかかるからです。それに比べてソフト会社はコストがかかりません。1と0をプリントして売るだけですからね。もし未来があるとすれば、その成長率から見てインターネットだと思いました。何せ当時利用者はすでに2000万人を超えていて、さらに8ヶ月に2倍のペースで増えていましたから、これはものすごいマーケットになるぞと思いました。ジム・クラークはまずアンドリーセンを説き伏せ、ついで彼と共にイリノイ大学を訪れた。二人は若者たちに会い、共に新しいソフト会社を作ろうと説得した。大学の仕打ちに絶望していた若者たちは、渡りに船と計画に飛びついた。彼らは自分たちだけで新しいものが作れることを大学に見せつけてやると張り切っていました。